見てくんで、へへ、暴力はいいぞ。好きな言葉は無料。どうも、なにわのひめろくです。いつもありがとうございます。さて、今回で実践第24弾です。22、23はあの北斗無双チャンネルの方で、北斗無双でやっておりますんで、ぜひそちらも合わせて見ていただければと思います。いつものお店に来てるんですけれども、まあ前回ね、ディスクアップではギリギリ勝つけども、花火で殺されたっていう内容なんで、やっぱりね、いつものお店はね、ディスクアップしか打てないです。まあ自分が AT キーとか知識が豊富にあるんであればまだ攻めれるかもしれないんですけども、やっぱりディスクアップが一番動画的にも打てるかなって思いますんで、本日はディスクアップで頑張っていきたいと思います。まあ多分ね、いつも通り設定は1なんでしょうけど、ほんとねやばいですからね。はい、というわけで、早速この白い粉で体を清めてから入店したいと思います。押す。
メン。Finish, finish, 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 finish
gentlemen. Thank you.
戦終了ということでお疲れ様でした。いやー朝一ね、いつも使っているこの撮影器具がね、いきなりこれもんでヨヨンって感じですわ。もうびっくりしてね、一時はどうなるかと思いましたけども、まああのチャリンコで来てる時には持ってきてるスマホの三脚でなんとかカバーできたんで、まあね今日の実戦、まあまあ、まあ、納得してます。あんな感じじゃないかなと思います。まああのチェリーの重複と、あと通常時の子役に助けられたっていうのと、あとは一ゲーム連、あれがね感動的な展開でしたけども、あんなにドラマチックなことになるのに一貫戦出玉伸びない、伸びない、というのもやっぱりハイパービッグ引けないからですね。やっぱり ART 中にビッグ引けないと、まあ、伸びないです。なんぼ言うてもハイパービッグでやっぱり5連6連っていうのがやっぱり一波欲しいと、欲しかったとこですね。ねえなかなか難しいですけど、まあ勝ちは勝ちなんで、まあもうね終盤ですし、あと実戦も7回とか8回とかそれぐらいでしょ。やっぱりね何としてでもプラスに徹する企画っていうことですから、まあまあ負けないように、やっていきたいと思います。ただね枚数がしょぼいですね。まあガチ実戦ということですから、北斗無双の方でもまあまあプラスはプラスなんですけれども、やっぱりねスロットでもね3000枚4000枚プラスっていうのをねやっぱどっかでね見せたいなと思ってるんで、まあ、最後まで気を抜かずに頑張っていきたいと思います。というわけで今回もディスクアップは予想通り設定1でしたが、いかがやったでしょうか。皆さんのコメントお待ちしております。それではまたお会いしましょう。お疲れ様じゃーありがとう、いつもすいません、帰ります。